その時まだ携帯がスマホしてなかったから。ああ。今来たらもっといろんな動画残る。今日はどこに行くんですか。佐賀スケートパーク。イエーイ。いや。孝太郎くんのお父さんにね連れてってもらいましょう。昨日千葉県の海岸に突如打ち上げられた。ワクワクさんみたい。ワクワクさんです。ゴーゴー流蔵。ご覧のお入りください。おはようございます。イエーさあ着きましたよ、サガエパークに。さあどんな感じなんでしょうね。あ？到着。やべえな。眩しい。怪我してるからフィルマン。孝太郎くんは今日怪我しててできないっていうふりをしています。おいおいおいやめろ、本当に怪我してんだよこっちとら。要望。うん。あ。やば。ああ、おお、
イエーイ。イエーイ。はい、こんな感じで今日のセッションは終了でございます。ありがとう。はい、靴ひも提供してもらいました。こんなナンバーってない。じゃあ仙台に帰ります。ちょっと撮る前に。はい、最後にこれを食べます。端っこ弁当。説明その声でやんない。説明しよう。人気のロールケーキやスティックケーキなどの切れ端の部分に生クリームをかけてお弁当にしちゃいました。だってふざけんな。